最初の単語はこちらです。 Lazy、 怠惰。この前ね、夜コンビニ行ったら店員さんいなかったんですよ。で、すいませんって声かけても出てこなくて、ちょっとね、ひょいとね、レジから覗き込んだら、なんとね、床に座って雑誌を寝たんですよ。レジで怠惰な店員おったー。レジで怠惰な店員、レイジー怠惰な、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。タイ、潮流。この前ね、初めて海釣り行ってきました。船に乗ってね、ガイドさんもつけて行ってきたんですよ。そしたら、すごい大きな手応えがあってね。そしたらガイドさんが、タイですよって言うんですよ。と思って一生懸命ね、もう格闘してたんですけど、そこへ潮流れがドーってやってきて、タイがね、逃げちゃったんですよ。タイがドーっと潮の流れで逃げちゃったんですよ。タイドーっと潮の流れに飲み込まれる、タイの潮流、はい、覚えたな。続いての単語はこちらです。inner、 内側の。これは新テテンシリーズですよね。はい、そうです。インナーですよね。中に着る服インナー、外に着る服アウターのインナーですよね。でもね、これみんな読み方もインナーやと思ってませんか。インナー、これはインナーですよ。発音注意してくださいね。インナー、内側の、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。インクライン、傾向がある。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。インは中という意味がありますね。そしてクラインですが、これは傾くという意味があります。これはリクライニングと同じ語源です。椅子のリクライニングというのは傾きを変えてますよね。傾向があるにも傾くと書いてますが、折れ線グラフを想像してみてください。折れ線グラフというのはギザギザしていて、いろんな傾きがありますよね。それって傾向を表してますよね。インクラインと傾向がある、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。クライアント、顧客。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は傾くという意味ですね。これはリクライニングと一緒の語源です。そして ENT は人を表します。これはプレジデント、ペアレントと同じ語源です。傾く人でなぜ顧客になるのかというと、まず顧客というのは弁護士や会計士などの専門職のお客さんのことです。で、そういった専門家に対してお客さんは寄りかかって頼りにしますよね。その寄りかかった時、体は傾いてますよね。クライアント、顧客、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 relevant、 関連がある。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はリサイクルと同じ re の再びですね。そして lev なんですけども、これは持ち上げるという意味があります。これはレバーと同じ語源です。レバーはレバーを引っ張って持ち上げますよね。では再び持ち上げるがなぜ関連があるになるのかというと、例えば何かを話をしていて、関連がある話をしたいときには、以前話をした内容を再び話題に上げますよね。レレバント、関連がある、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 relief、 取り除く。これは新テテンシリーズですよね。リリーフです。野球の交代するピッチャーのことですよね。リリーフっていうのは元々のピッチャーの調子が悪い時に出てくるので、不安を取り除くピッチャーですよね。ではより理解するために語源でも見ていきましょう。最初の部分はリサイクルのリと同じ語源で再びですね。そして LIEV はレバーと同じ語源で持ち上げるです。で、これは肩にのしかかった不安や心配事を持ち上げて取り除くという意味になります。リリーフ、取り除く、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。カジュアル、形式ばらない。これは新テテンシリーズですよね。カジュアルです。カジュアルな服とかって言いますよね。カジュアルな服っていうのはスーツや制服と違って、ラフで普段着の形式ばらない服のことですよね。カジュアル、形式ばらない、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。タイト、きつい。これは新テテンシリーズですよね。タイトなって言いますね。タイトなズボンとか、タイトなスケジュールとかって言います。でも、タイトなズボンっていうのは、細いズボンのことだと思ってませんか？タイトっていうのは、きつい方ですよ。タイトなズボン履くと、きつい、締まった感じがしますよね。タイト、きつい。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。チャート、おしゃべりをする。これは、新テテンシリーズですよね。チャットです。
チャットっていうのは LINE などのチャットアプリっていうのは吹き出しが出てきておしゃべりをしてますよね。あとはチャット GPT がありますね。チャット GPT っていうのは AI とおしゃべりをしながら文章などを作ってもらうサービスのことですよね。じゃあおしゃべりをする、はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様でした。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。